ピンポン。こんにちは。お、ゆかり先生、もう来てたんか、早いわ。お前それって、このスマホ、うちとあかねちゃんが、前ここでスマホ拾って、変なヤンデレになる催眠かけられたの知ってるやろ。なんで拾ってるん？この私がそんなわけのわからない催眠にかかるとでも、え、なんともないんか？当たり前じゃないですか。この私を誰だと思ってるんですか、あかりちゃんチュッチュ。ヤンデレ催眠なんて蹴散らしてやりましたよ、あかりちゃんチュッチュ。ロビンのあかりちゃんチュッチュのやつがまともだとは思えないんですが。クエリヘヘ。あかりちゃん、やっぱりお前かかっとるやん、へぇー。ではあんちゃって。え、だから催眠なんかかかるわけないじゃないですか。お、おう、ほんまにかかってないんやな。やるな。プッシュ、チース、プッシュ。人物質来て早々トイレ行きたくなるやつ。すぐ戻ってくるな。おう。急げ。急げ。ふぅ。うん。入ってます。だから入ってます。やかましい！あれ？誰もいない。なんやねん、たく。あるけど。いやー、パンツの柄がまさかのクマ。うん。連れてなんか行って。一緒にいるー。うわやおない。ずっと一緒にいる。離れない。離れなーい。もう気色悪いなんや。あれ、やっぱりこいつ催眠かかってんじゃね。ですです。しかもこれヤンデレ依存型ですね。依存型？相手にどっぷり依存するタイプです。好きな相手とずっと一緒にいたがり、少し連絡が取れなくなると不安で何も手につかなくなるタイプです。特徴としては自己主張がなくなって相手の言いなりになったり、他のこと自分のことなど放り投げて相手のために尽くしちゃったりと、相手にべったり何でもしちゃうし言うこと聞いちゃうっていう興奮するタイプです。いい、何でも興奮してるじゃん。で、今はその相手があかねちゃんになってると。そうなりますね。おい、助けてくれ。あかりー、あおいー、どっちでもいいから早こいつなんとかして。なるほど、じゃあこのままでいいか。ちょー、助けてよ。いただきます。なんでお前うちで飯食っとんねん。ゆかりちゃん久しぶりね。どんどん食べてね。風呂入る。一緒に帰らない。じゃあ顔だけ一緒に。やだ、落ち着かなすぎる。もう寝る。一緒に寝ないわ。でも一緒に寝たいし。うん、はあ、まあ寝るくらいならええか。まったく、一緒に寝る。はいはい。うんうん、朝かよく寝たって、うん。どうも。なんで一緒の布団で寝てるんですか。何が目的。この変態。お前が一緒に寝たいって言ったんやろ。そんなこと言うわけないじゃないですか。この変態とお前ピンク頭。一色一般の恩を忘れやがって。この紫ボケボケ怒り頭。いや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 。お姉ちゃん、学校先行ってるよ。この後めちゃくちゃ遅刻した。